株式会社スクリーンホールディングスは、京都府京都市にある、半導体、液晶製造装置、印刷関連機器などの産業用機器を製造する、企業グループの持株会社、大臨会の会員企業である。京都府内に2カ所、滋賀県内に3カ所の工場がある。他に、京都市伏見区に、技術開発拠点、ホワイトカンバス落成、富山県に、 半導体製造装置の生産誌会社。福島県に半導体製造装置の部品生産誌会社。海外では中国、広州に印刷関連機器の生産誌会社を有する。国内8事業所。海外に23の現地法人がある。1868年、石田斎二郎が京都に創業した石板美術印刷会社。石田朝日山印刷所が同社のルーツ。 朝日山とは創業者、蔡次郎の画号。同伴印刷、石版印刷の時代を経て、写真画像の印刷に不可欠な写真製版用、ガラススクリーンの国産化を目指し、同社内にガラススクリーン製造の研究部門を設置。1934年に特許を取得し、製造技術を確立し事業化を目指して、1937年に、 研究部門が独立して、大日本スクリーン製造所が誕生した。1943年に株式会社として再編し、大日本スクリーン製造株式会社がスタート。社名のスクリーンは創業事業であるガラススクリーンに由来する。思考展開を理念にガラススクリーン事業から印刷製版機器の開発、製造を進め。 世界有数の製版機器の総合メーカーへと発展。ガラススクリーンの製造技術であるホトリソグラフィーを応用し、カラーテレビ用、シャドウマスクや金属メッシュなどの電子産業用部品に進出。その後、現在の主力事業である半導体製造装置、液晶製造装置など電子工業用機器へと事業を拡大。半導体製造装置、液晶製造装置事業が、 業績の75%を占める。海外比率は2007年3月期で62%。半導体を形成する金属製薄板の洗浄装置や液晶テレビ、パソコンの液晶ディスプレイ製造用の大型ガラス基板対応装置、また印刷版出力装置では世界トップシェアを持つ。現会長の石田明は、 前身の石田朝日山印刷所の創業者から4代目にあたる。1989年6月に社長就任。2001年に会長兼務。2005年6月に会長仙任。2006年10月、日経 BP 企画より初の著作、脱本業、広務本業へのイノベーションを出版。2003年4月に中期参加年経営計画を発表。 業績目標を達成し、2006年4月より次の中期参加年経営計画がスタートしている。2006年6月、社外取締役にオムロン会長、立石義夫が就任。産業用機器メーカーではあるが、印刷関連分野で平木のをはじめとした各種ハイエンド文字本と開発、販売。平木のは、写試験の流れを組む。 自由行動政作のオリジナルフォントで、テレビ放送での文字テロップや各種書籍、雑誌の見出しによく使われるほか、Apple が積極的に採用していることでも知られる。MacOS から、オペレーティングシステムのシステム標準フォントとして採用され、同社 iPhone など iOS 機器の画面表示用フォントにも使用されている。事務用大型副写機として開発した。 超大型フラットベッドスキャナー0、オリジネータが人間コピー機として人気を博し、2003年には直立型大型スキャナーを開発、人間をコピーするだけでなく、京都府神社庁、京都国際文化交流財団が進める神社仏閣に保存される歴史的文化財のデジタルアーカイブ事業に協力。このほか東本願寺で行われている、 三影堂屋根瓦の修復作業において、吹き替える屋根瓦に寄進者の名前を印刷する、インクジェット印刷機を開発し、東本願寺の境内に印刷ブースを設けて、作業を実施中。京都参画会 C のオフィシャルスポンサーでもある。2014年、持ち株会社体制移行に伴い、称号を株式会社スクリーンホールディングスに変更した。2014年10月1日付で、 株式会社スクリーンホールディングスに称号変更し、半導体機器事業を株式会社スクリーン、セミコンダクターソリューションズへ、会社分割により承継。11月1日付で、計測機器事業を株式会社スクリーン、セミコンダクターソリューションズへ、印刷関連機器及び、プリント基板関連機器事業を株式会社スクリーン、グラフィックプレシジョンソリューションズへ、 FPD 機器事業及びその他装置関連事業を株式会社スクリーンファインテックソリューションズへ製造支援及び製造請負い業務を株式会社スクリーンマニファクチャリングサポートソリューションズへシェアードサービス業務を株式会社スクリーンビジネスサポートソリューションズへそれぞれ会社分割により承継2016年10月1日付で知的財産管理業務を 株式会社スクリーン IP ソリューションズへ会社分割により承継。2017年4月1日付で株式会社スクリーングラフィックプレシジョンソリューションズを株式会社スクリーングラフィックソリューションズに称号変更し印刷関連機器事業に特化。プリント基盤関連機器事業を株式会社スクリーンポリエチレンソリューションズへ会社分割により承継。 ありがとうございます。